The Summer Festival of Arts in Central Park will be soon. We can enjoy classical music, pop music, jazz, and many more kinds of music. I can't wait for the outdoor concert of the New York Philharmonic. The music is wonderful, but it's not only that. The concert starts at 8, but my family usually arrives there before dark. We get corned beef sandwiches at our favorite deli and have a picnic on the lawn. The fireworks after the concert are just fantastic. どうでしたか? Did you catch the answer? The concert starts at 8. そうてすね答えは ルイスはコンサートも楽しみだけどほかにも毎年楽しみにしていることがあると言っていましたよ look at words and phrases. 今週のアナザーストーリーから大切な表現をチェックしましょう The Summer Festival of Arts. 夏の芸術祭 The Summer Festival of Arts. I can't wait for I can't wait for the outdoor concert of the New York Philharmonic New the outdoor concert of the New York Philharmonic arrives arrives. Before dark Before dark Corned beef Corned beef, Corned beef. Deli Deli Torista Deli Have a picnic picnic. Have a picnic Fantastic 素晴らしい、素敵な. Fantastic. That was fantastic. それでは改めてストーリーを聞いてみましょう. Hey, let's listen to Lewis's blog one more time. The Summer Festival of Arts in Central Park will be soon. We can enjoy classical music, pop music, jazz. And many more kinds of music. I can't wait for the outdoor concert of the New York Philharmonic. The music is wonderful, but it's not only that. The concert starts at 8, but my family usually arrives there before dark. We get corned beef sandwiches at our favorite deli and have a picnic on the lawn. The fireworks after the concert are just fantastic. どうでしたかルイスが楽しみにしていること聞き取れましたかでは内容を大まかに確認してみましょう。もうすぐセントラルパークで夏の芸術祭がある。クラシック音楽、ポップス、ジャズ、他にもいろいろ楽しめる。ニューヨークフィルの野外コンサートが待ちきれない。音楽は素晴らしいけど、それだけじゃない。コンサートが始まるのは8時で、ルイスの家族はいつも暗くなる前に到着する。 お気に入りのデリでコンビーフのサンドイッチを買って家族揃って芝生でピクニックをするルイスにとってコンサートの後の花火も最高なもののようだ音楽のほかにルイスが楽しみにしていることは家族でピクニックをすることそして花火を見ることなんですねなんだか行ってみたくなりますね「t h i s w e e k s g r a m m r このコーナーでは今週学習した文法の中から一つを選んで改めて整理していきます。今週は助動詞の「メイ」ですよ。メイプラス動詞の原型を使うと何々してもよいと許可を表すことができます。メイを使って許可を与えるときは主に目下の人に対して使います。例えばあなたはもう休憩してよろしい。 かなり強い言い方になります。対等の立場で何々しても良いということを伝えるときには、助動詞の can を使います。can は m a y よりも砕けた表現になりますよ。あなたはいつでも私のコンピュータを使っていいよ。can は家族や友達など気軽に使える表現です。次に許可を求める疑問文。 May I について見てみますよ。May I は何々してもよろしいですかと、目上の人などに許可を求めたり、相手に丁寧に許可を求めたりするときに使いますよ。May I come in? 中に入ってもよろしいですかとても丁寧な印象の表現です。答え方を確認します。Of course. Sure. これらはどちらも、もちろんです、という意味です。 また Yes, certainly. はい、もちろんです。もう少し丁寧な答え方です。そして許可できないときには。Sorry, you can't. ごめんなさい。ダメです。このように答えます。May で許可を求められていますか Yes, you may。や。No, you may not。とは一般的に答えないので注意しましょうね。 You may have a break now. You can use my computer anytime. May I come in? Of course. Sure. Yes, certainly. Sorry, you しっかりとリピートできましたかまずは二人の会話を聞きましょうどんな内容でしょうね Hi, Sam. so I'm hungry. Oh, Really?I have some food sandwiches bananas chocolate おなかがすいているというジェフが「May I have a sandwich? サンドイッチをもらってもいいですか?」と丁寧に尋ねていましたねサマンサは「<Of course. S 1> と答えていましたでは もう一度聞いてみましょう。今度はもっと細かな内容まで聞き取れましたが、会話の内容を確認してみましょう。 こんにちは、サマンサすごくお腹が減ったよ。ええ、本当食べ物あるわよ。サンドイッチ、バナナ、チョコレート、ポテトチップ。うわぁ、サンドイッチをもらってもいいですかもちろんよ。はい、どうぞ。ありがとう。今これを食べてもいいもちろん。一緒に食べましょう。ハップ、ステップ、アンド。 first hop。ここでは二人の会話の中からキーフレーズを取り出して確認していきましょう。May I have a sandwich? サンドイッチをもらってもいいですか？<May I? S 2> これで何々してもいいですか？という意味になります。この後には動詞の原形を置きますよ。ここでは have <a> sandwichhave と原形になっていますね。ジェフの二つ目の質問は？ Can I eat this now? 今これを食べてもいい、this、はもらったサンドイッチを指していますね。ジェフは許可を求める時に最初は「May I?」と言っていましたが2度目には「can I?」と表現を変えていました最初は気を使って聞いていましたがサンドイッチをもらった安心したあとは気軽に「can I?」を使っていたということですよねわかりましたか Do step. 次は、ステップです。ここでは、キーフレーズになりましょう。ジェフとサマンサーについて、リピートしましょう。あなたと一緒に行ってもいいですか ?May I go with you? 君に質問モーもいい ?Can I ask you a question? しっかりと、リピートできましたか ?Now 実際に会話をしてみましょうまずは2人の会話を聞いて流れを体感しましょうジェフは日本語の宿題をしているのでサマンサの辞書を使ってもよいかと尋ねていましたねサマンサは「もちろん」と答えていました聞き取れましたか Challenge one. example の流れをもとにして今度は自分自身の言葉で会話をしてみますよ失敗を恐れずチャレンジしてくださいねサマンサの質問を聞いて自分の言葉で答えてみましょう頑張っているサマンサの依頼に答えてあげてくださいねさあどうぞ I'm practicing kanji now, but it's very difficult Can I ask you a question? <Thanks. S 2> さあ皆さんは何と答えましたか ?Sure や、yeah, Of course などと答えることができましたか <Challenge two. S 2> キーフレーズを使ってジェフに質問したりリアクションしたりしましょうあなたは今英語の勉強しています英語の辞書を使ってもよいか許可を求めましょうではまず自分が今英語の勉強していると伝えましょう 次にあなたの辞書を使ってもよいか尋ねますよジェフの答えを聞いたら自分なりにリアクションをしましょうではいきますよさあ ジェフと会話をしているように言えましたかテキストをお持ちの方は回答欄に会話の例がありますので確認してくださいね。Tomora, 先生。May I ask you a question?Of course.How can I read this kanji?Well, it's too difficult for me.Let's s, <Let> s e e a <gasps> h it's saba!Oh, that's right.Sam, you are very good at kanji. <Yep. S 2> ジェフに読めない漢字について尋ねられたので、もちろん、格好をつけて答えたものの、なんと、読めないではありませんか。そこにサマンサが登場。サバと読むのよ、とすんなり答えていましたね。いや、参ったな。サマンサはいつも漢字を練習しているんですよ。すごいですね。Can I ask you a question, listeners? Did you enjoy today's communication box? Very good, Sam. Tell us what you think, listeners. そうですね。人に質問したいときには Can I ask you question? を使って尋ねてみましょう。先生に質問したいときには May I? を使った方がいいかもしれませんよ。それでは、また来週。Goodbye! Toodaloo!